ドゥ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 じゃあ、ウーアチャンネルのしろこです。こたつです。あれ？あ、すみません。カツオです。あ、カツオです。よろしくお願いします。ということで、今回は、はい、悲しいお知らせがございます。ダブルで。ダブルで？ダブル。もうこれ見てたら、もう悲しい気持ちにしかならない。そういう動画です。いや、珍しいですね。珍しい。なかなかないですけど、ドゥドゥドゥから始まってるもん。こっちがすごい。今日はね、ちょっとね、悲しいお知らせなんですよ。はい、まず一つ目、カツオさんが辞めます。旅立ちですね。旅立ちなんですけれども、カツオさんとはもう3年ぐらいになりますかね。そうですね。3年目ぐらいになると思います。で、編集においてはですね、2年以上。編集に、ね、携わってくださいまして、うん、ウーアチャンネルで、そして初期の貧乏中年を支えていただきました。はい、で、ね、はい、でこの度ですね、なんとご結婚されるわけではないんですけれども違うんです、違うんです確かにそうだったらめでたいかな、うん、そうですね、そうですね、ご結婚されるわけではないんですけれども、うん、ちょっとね、まあ、YouTube 風に言ってますが、はい、まあ、あんまり明るい話ではなくですね、うん、ご家族の方がちょっと要介護ということで、うん、カツオさんが実家に帰られるということでですね、はい、僕たちも心を痛めております、はい、でそれに伴ってですね、まあ、ちょっと編集作業もちょっと今回まででということで、はい、ウーアチャンネルから抜けられるんですけれども、はい、どうでした、ウーアチャンネル生活は。やっぱり自分の、うん、なんですかね、今までやってきてこなかったジャンルの世界のお仕事なので、はい、まあ、確かに新鮮さはありましたですし、はい、でもやっぱり正直ちゃんとお仕事としてですね、きつい部分もやっぱりちゃんとしっかりあるんだなっていう、そういった業界だなっていうのを肌でちゃんと感じれた瞬間ではありました。そうね、はい、まあ、YouTuber ってこう遊んでるって思われることの方が大きいですからね。そうですね。でその裏方ってなると、表にだって華やかな部分とか、華やかな部分が俺にあるのかとか知らないけれどもなんかあの楽しそうにしてる部分とかいうのは裏方にはもうほぼないもんね。まあ、そうですね。そうで編集とかね、はい、なんかいろいろ、なんかもう最初の頃いろいろありましたけども、無事編集者としてもね、完璧なお仕事を、僕たちも納得いくような動画を作っていただきまして、はい、で今までやってきたんですけれども、で今貧乏中年がね、今いい感じに来てるところで、今かよっていう本当にそう、まあまあそこは、ね、今かよっていうね、いろいろ事情はありますから、そう、全員の給料が上がり始めた、うん、グググと来てる、はい、今ということで、まあそこはもう僕たちはもうしょうがないかなっていう気持ちで、うん、するしかない、そうですね、感じですね。で初期のね、ペコと僕がやってる時代からミニ四駆で関わってくださってる方なんですよ。もう先輩ですね。全然先輩ですね。そう。だからもう本当にペコと、九州でねイベントを昔やった。その時からポンチャーさんも来てくださってたんですけど。はい。その時からね。はい。遊びに来てくださってて、カツオさんは。はい。でその後一緒にご飯食べ行ったんですよ。最初にペコと僕とその福岡のレーサーさんたちで夜ご飯を食べに行ったんですよ。うん。でそこに来て。カツオさんたちとよくいっぱい喋って、はい、で仲良くなって、でフォートナイトっていうゲームがあったんですけど、はい、フォートナイトっていうゲームで一緒に遊ぶようになって、うん、で編集やってみたいっていうから、はい、編集やっていただいて、でそこから始まった関係であったと。すごい出会いですね。なんかそうなんですよ、リスナーからなってもらったっていう、うん、でも基本的にはねその流れが多いんですよね。俺からさ編集者募集しますとかやったことないじゃないですか。ああ見たことないですね。そうだから基本的にペコもそうだったんだけど、ペコもカツオさんもゴシックもコタツさんも基本的にはもともとリスナーなんですよ。まあ確かに、そうもともとは僕のこと見てくれてる人たちで、はい、だから今いるメンバーたちも元はリスナーさんだったと。は
関係、なんか人のこうつながりってすごいすごいですよね、うん、そんなんでこう一緒に仕事していく、しかも ましてやこう地域もね、僕関西とかから来て、まあそうですよ、うん、ゴシックも関西ですしね。あ、そうですね。そう、ペコも関西ですよ。本当だ、関西関西狙っていってる。いや、もう関西狙い撃ちなんかあるかもしれないですね。なんですけれども、今回加藤さんいなくなり、うん、で初期のね、まあ要はウーアメンバーが、はい、まあ、ゴシックはもうほとんどミニ四駆やってないから、編集だけだから、うん、あのミニ四駆やってないから、初期のミニ四駆のウーアメンバーがいなくなるということで、あの初期のね、ウーアメンバーがいなくなって、ウーアチャンネルなのかと正直思いました、うん、はい、で名を改めたいと思います。名を改める、ウーアチャンネルは今日で終了したいなと、はい、終わります。今日で終わる。チャンネルがなくなるんですか。チャンネルはなくならない。チャンネルはなくならせない、はい、チャンネルは嫌だ、はい、終わるって、ただ、はい、ウーアっていう企画がこの加藤さんの脱退とともに、はい、なくなるということでございます、うん、なのでね、新チャンネルはまだね決まってないけど、通算がもう正式にウーアに一回入ってくれてるから、そのまま引き継ぎでやってもらいまして、まあ、こたつしろっこの何々とかにしようかなとかちょっと思っております。でそれの第1弾のね動画が、はい、まあ、多分近いうちに上がるかなというような感じでございますし、うんうん、第1弾からはちょっとやっぱミニ四駆作っていこうかな。ミニ四駆、うん、作ってないですもんね最近ね。全然やってないですね。作ってるか作ってないかで言うと作ってはいるんです。僕タイヤとかはずっと作ってるんで、うん、ただその動画を撮るためのものを作っているかって言ったらそうでもないじゃないですか。まあ確かに。で今年もね2022年始まりましたんで、はい、でまた毎年ね僕がやってることがあります。なんか毎年ね年が変わると、うん、何年版フレキっていうのをね必ず作ってますんで。あ、そうなんですか。そうですよ、僕2020年ぐらいからずっと上げてる。ごめんなさい全然知らなかった。えちょっと待って、リスナーですか。ごめんなさい全然知らなかったです。あの僕毎年上げてるんですよ、はい、その時のトレンドのマシンを必ず作って上げてるんですよ、はい、へえ。でそれ面白そうですね。でフロントアンカーで作ると思いきや、まだまだトレンドはねフロント AT のリアアンカーなんですけれども、さまざまなね形で変わってきてます、はい、なんでねそういったのを含めてね、うん、作っていきたいなと思っておりますし、しろっここたつの何々チャンネルっていうのに変わったらですね、はい、貧乏中年 TV の方のね、うん、あっちはもう完全にホラーなっちゃったじゃないですか。なっちゃいましたね。誰かのせいで誰かさんのせいでホラーなっちゃったんです。染まっちゃいましたね。だからこの貧乏中年っていう人たちが遊んでいるところとかいうのも、貧乏中年のリスナーさんにもちゃんとしっかり呼びかけて、こちらの方でねやらせていただきたいなと思いますので、今ミニ四駆のリスナー様いらっしゃると思うんですけれども、新しいリスナーさんがねバッて入ってきても仲良くしてください。ぜひ優しくしてください。お願いします。集合するから。そうですね、みんな集まれで、そうで遊んでるところをね、はい、みんなに見てもらうっていう楽しい動画をやっていきたいなと思います、うん、でコロナでね今ちょっとミニ四駆できないよっていう人たちもね楽しめるような動画、うん、これがね作っていきます。今までもそうだったんですけど、はい、まあ、加藤さんがいなくなるからといってね、あの悲しい気持ちではなく、うん、新たなねスタートに立つと。ということで、もう僕もねずっと悩んでたんですよ。ペコがいないのにいつまで俺ウーアやってんだろうって思いながら。いやいやいや。なんならちょっとペコが言い出したらウーアとか言い出したから。あ、そうなんですね。そう、あれ俺言ってねえのになと思いながら。の売りつまでウーアチャンネルでいるんだろうってずっと正直思ってた。はい。なんかいい機会だなと。まあそうですね。そう、加藤さんがいなくなるからちょっと悲しみも、うん、ね、あり。乗り越えて新たな気持ちでいきます。そうよ、俺だってメンバーがいなくなるのこれ2回目ですよ。ああ、まあまあそう、ね、まあ、ことぶき大社みたいな鴨島っていうのがいるんですけど、あ、じゃあゲームの方の編集やってくれたんですけど、はい、ことぶき大社というよりはことぶきフェードアウトみたいなやつがおるんですよ。聞いたことない。ことぶきフェードアウトがいる。鴨島知ってるでしょ。あ、はい、知ってます。鴨島知ってるけど、結婚してちょっと幸せじゃないですか。そうですね。でこっちもちょっとこれお願いできるとか言えないじゃん。あ、確かに。そのままフェードアウト。
新しい、うん、でたまに来る連絡はエーペックスやるとかお前仕事せえやとか思いながらまあでもそれはねそれでまあそうです、ね、仕方がない、うんうん、結婚はねもう無理やと、みんな幸せになれば、まあでもあの関係が崩れてるわけでもないし、カツオさんとのね関係も今後崩れるわけでもないですから、はい、今後ね出てくると思います、はい、が正式なねメンバーとしてではもうないよということになってしまいますの で、今日限りでウーアチャンネル、そしてカツオさんがこの世から姿を消します消滅いやまあだってカツオさんっていう存在、ウーアチャンネルカツオさんっていうのは本名じゃないですもんね、そうカツオさんは、まあ、確かに言われてる、うん、はい、だから、まあ、カツオさんっていうのがね、まあ、この世から消え、はい、新しいPP 大丈夫P 入ってる、今のは PP でモロ本名が、まあ、今後ね、はい、あの地球上で大活躍してるそうですね、はい、ということでございます、はい、まあ、今回はねちょっと悲しい話となってしまいましたが、うん、悲しい話の後にはね必ず面白い動画を上げたいなというふうに思っておりますので、はい、次回、まあ、新章開幕で、新章開幕、はい、開幕しましょう、やる気だけはあるんだよね、口だけです、口だけ口だけだったらマジ あれだもんね、 ランカーだもんね、多分ね、あ、そうですね、トップランカーに入ってる、トップランカーに入ってるでもまあそれをね口だけにしないようにね、はい、頑張っていきたいなと思いますんで、今までねウーアチャンネル、そしてカツオさんを応援ねしていただいた皆様、本当にありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでウーアチャンネルがこれにて終了します。次の新しいチャンネル変わったあと、名前ねこのあと一生懸命考えるんで、そうですね、はい、まあそっちの方でね、まあ分かりやすくね、白っここたつのってしとけばさすがに分かるでしょ、まあまあ分かるし、ね、うん、誰ってならないでしょならないでしょ、なんか新しいチャンネルできてんだけどってならないでしょならないですね、ならないと思うんでね、まあそういう分かりやすい感じで移行したいなと思っております、うん、ということで4年間ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。Better.